せ、塩澤真子です。今日は開脚前屈の補助ポーズの一つ、そのうちの一つ、仰向けの合席のポーズをご案内します。仰向けの合席のポーズはヨガのポーズの一つですが、まずそのまま仰向けの合席のポーズなので仰向けになりますね。足を伸ばして、次に両方の足の裏を合わせて両手で小指側を持ちます。ここまでね、ここでちょっときついなと思われる方は足がもっと浮いていても構いません。そのまま肘で足を、両方の足を押す感じにして股関節ですね、広げていきます。息を吸って吐いて、吸って吐いて、吸って、次は吐きながら頭を上に上げていきます。この時に肘をすねの外側に回しても大丈夫な方は回してください。そしておでこを親指の方に寄せていきます。この状態でもう一度呼吸、吸って吐いて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 、吸って吐きながらゆっくりと頭を下ろして、そして足を伸ばします。